お待たせしました。今日のヒーローは3人です。島内選手、銀次選手、そしてハーマン選手です。まずは島内さんに伺います。あの2回の4号スリーラン、茂木選手の内野ゴロで1点を取った後の打席でしたが、どんな気持ちで打席に入りましたか？茂木が内野ゴロで1点取ってもらったんで楽な気持ちで入りました。そのホームランですが、あのバットをしっかり立てて打てたというコメントもありましたが、打った時の感触はどうだったんでしょうか？感触はすごく良かったんで入ってくれて良かったです。島内さん自身、これで5試合連続のヒットということですが、今の打撃の状態はいかがですか？そうですね、奇跡が続いてるんで、もっと奇跡が続くからいいかなと思います。これからもその島内さんのバットでチームを盛り上げてください。ありがとうございます。そして貴重な6点目のタイムリーを放ちました銀次選手です。4回目の打席で回ってきたチャンスでしたが、あの場面の打席でのテーマはどんなものだったんでしょうか？そうですね、流れがあんま良くなかった状況の中で、まあ、ちょっと集中して打席に入ることができました。それがまあいい結果につながったと思います。あの本当に今日も追い上げられても突き放すという打線の粘りがありましたが、このチームのムードはいかがですか？チームはあのベンチがすごくあの元気がいいので、ベンチからあの力をもらってます、はい、ファンの皆さんもそうですけどね、はい、そして今日は打線の活躍もあってエースの則本選手に久々の勝利をプレゼントすることもできました。これに関してはいかがでしょう？そうですね、最近なんかあの則元気なかったので、ここで打ったら、まあ、元気になるのかなと、ちょっと思いながら打席に入りました。ありがとうございます。銀次選手でした。そして今日は9回ピシャリと抑えてくれましたハーマン投手です。今日はホーム初のお立ち台ということですが、この際いかがでしょう？I feel great and I just want to thank all the fans for staying throughout this weather. You guys are the true fans and we really appreciate it. あのここからの景色は本当に非常に素晴らしくて、今日来ているお客様に、まず言いたいのは、この雨の中本当に長い間応援ありがとうございます。皆さんが本当の真のファンだと思っています。ありがとうございます。そして今日も9回3人でピシャリと締めて、これで11試合連続での無失点となりました。今どんな思いでマウンドに上がってますか？ I want to try and make it 12. 次の12試合目もゼロに抑えたいと思っています。ありがとうございます。ここの活躍も期待しています。ハーマン投手でした。そして最後にファンの皆さん、明日はですね、銀次選手、高校野球の岩手大会の始球式を務められます。その後試合にも駆けつけるということですが、明日への意気込み最後にお願いします。そうですね、岩手の高校球児にビシッと速いボールを投げて空振りを取りたいと思います。そして最後にこの雨の中声援を続けてくださったファンの方にもお願いします。今日はあの雨の中本当ありがとうございました。風邪ひかないように早く帰ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ここでヒーローの皆さんには楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。さあそれでは勝利の儀式です。今日はハーマン選手お願いします。3、2、1、バーン。